ちょっと入ってきてくれてもいいかな。こういう。お待たせいたしました。参考に発車です。春もうちょっと新緑になるかな。あれだと国政からお腹がもう、ゆるゆるしてるとか。こっちの方が感じだよ。しかし上りは、まあ、こういうとこだからだけど結構極東だね。そうだよね。結構でもいろんなコースがあるみたい。上高地もまああそこだと思うんですけど。あ、そんなに多いですかね。県側はすごいこれ。小高の裏側、小高さん。普通に歩くよりは。投げろ上だよね。上だ。今日登ってずっと前降りてくるだけ？上り？上に上がった。マッショ上に猿がいるって。マッショ。そう。あれやまあ。この路線には新曲もいいね。うん、これから皆様がお登りになるこの山は標高497メートル。昔、大和岳の麓がこの地を導入し、たまたま邪馬台神社に導入されました。この時、このお山に住んでおりました多くの山へが、身を天守に陣取りあたり、見事を出して申し上げました。これに満喫された方は、この山を、この山、火を止める山と、命名されたというお話が残され、広く山頂一円に、多忙、透明にも信仰を集めております。これより山頂へ参りますと、お父さん、湘南の公園などがあります。湘南の公園には、至る鹿などがおります。山頂一枚には、梅リアン公園、老梅園があり、梅は170種類、470本、老梅は3000本あります。1月から3月まで見ることができます。4月から5月にかけては、巨人や食材もできます。また、小田山神社の奥社がございますので、ご参拝ください。小田山神社のさ、帰りもこれ。お待たせいたしました。まもなく山頂駅でございます。往復乗車券をお持ちのお客様はこのまま出口をお通りください。降りる際ゴンドラが揺れていますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。山頂駅でございます。ありがとうございます。